はい、牛がのんびりと寝そべったり草をはんだりのどかな光景が広がっています。東総合運動公園の近くにある福島市鯖原に来ています。10分ほど前に気温が30度を割り込みました。今中通りに竜巻注意情報出ているということですが、現時点でここ福島市鯖原はそれほど天候が荒れる感じは今のところありません。さて今日7月3日は何の日かと言いますと、こちらソフトクリームの日なんですね。何でも1951年、今から72年前の今日、日本で初めてソフトクリームが販売された日なんだそうです。そこで今日はソフトクリームの日にソフトクリームにこだわったお店をご紹介したいと思います。それがこちらです、佐々木牧場カフェです。7年前に佐々木牧場がオープンした店で、こちらではやはり牧場といえばソフトクリームですよね。ではすいません、例のあのソフトクリームをお願いします。はい、かしこまりました。はい、まあ、牧場に来ますとね、ソフトクリームを楽しみたいなという方は多いんじゃないかと思うんですけれども、うわいいですね。さあ、そうなんですよ。ただ、あ、白ではない。そうですね、はい、色はこれ綺麗な、はい、淡い緑なんです。やっぱりそうですよね。ただ抹茶ではないということなんですね。一体どんな味なのか、そしてソフトクリームの美味しさの秘密はコマーシャルの後です。福島を盛り上げるテレビ、今日7月3日はソフトクリームの日ということで今日は東総合運動公園に近い福島市鯖原の佐々木牧場カフェにお邪魔しております。お昼過ぎに到着したんですが、平日にもかかわらずお客さんひっきりなしで、さすが有名店という感じでした。そしてコマーシャル前の緑のソフトクリームは後ほどお伝えします。佐々木牧場カフェの店長の高田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずは定番のソフトクリーム、佐々木牛乳ソフトをお願いします。はい、ありがとうございます。佐々木牛乳ということで、この牧場の名前のついた定番のソフトクリームです。あ、今コーンの上に見てるのも巻いて乗っていきます。うん、濃厚そうですね。この白い艶がまたいいですね。はい、ありがとうございます。はい、こちらが佐々木牛乳ソフトになります。はい、手のひらに比べるとこれぐらいのボリュームがあります。ではいただきます。高さありますね。うん、あ、牛乳の旨味が濃いんですけれども、不思議と後味さっぱりなんですね。優しい甘さです。で、この佐々木牛乳ソフトは佐々木牛乳というだけあって、うん、こちらの牧場で作られているんですよね。そうですね、はい、このような900ミリの瓶で販売しております。そうなんです。この隣の牛舎とそして工場で作られているんですが、実は生産から販売まで一つの牧場で行っているというのは県内では珍しいということなんですね。で、特に牧草、乳牛が食べる草も佐々木牧場で育てているということで、牧草を育て、乳牛を育て、乳を搾り、牛乳にし、瓶詰めにして販売まで佐々木牧場1箇所で完結しているということなんです。しかもこの牛乳の作り方にもこだわりがあるんですよね。そうですね、あの市販の牛乳は高温殺菌が多いんですけれども、うちでは63度30分という低温殺菌牛乳にこだわって作り続けております。時間をかけて殺菌をすることで生乳の時の美味しさはなるべく残しているということなんですね。ではこの牛乳もいただいてよろしいでしょうか。はい、ぜひ味わっていてください。もう昔懐かしいこの瓶詰め、そして紙の蓋、ね、いいね、私が小学生の頃は意味もなく集めてましたけどね。私もですね、集めてたな。そうでしょ、私も集めてました、ね、そして今回は牛乳を生産し始めた頃に作ったコップで特別に入れていただきました。普段ですと持ち帰り用は紙コップになります。ではいただきます。うん、やっぱり牛乳のうまみが濃いんですが、牛乳特有の匂いがほぼないんですね。だから後味がさっぱり感じるんです。これがソフトクリームに生かされているんだなと思いますね。ちなみにこれ瓶詰めなんですが、中が900ミリリットル入っていて500円です。ただ飲み終わって瓶を返しますと150円戻ってきますので、実質中身は350円で販売されているということです。
さあそれではお待たせしました。コマーシャル前にお見せした緑のソフトクリーム、改めてお願いします。はい、かしこまりました。気になってましたよ、何でしょうね。何味なんだろう。そう、抹茶じゃないということなんですけども、何だと思いますかね。緑のものですよね。ねえ、なんだろう、メロン何かの野菜系なのか。はい、こちらですね。これは何味なんでしょうか。はい、こちらはわさび味、サバラわさびソフトクリームと言います。わさびだったんですね。え、こんなに色が出ちゃって大丈夫なんでしょうか。わさび、おー、思いっきりきましたね。おいしい、ツーンとしたわさびの辛みはないです。ただ牛乳の味の中にわさびのあの香り、風味がすごくよく生きていて、まあ、強いて言うなら辛味がもしかするとこの牛乳の甘みを抑えるアクセント、ちょっと引き締めているような感じがありまして、これはこれで風味がまたさっぱりして美味しいですね。でこのわさびもまたこだわりがあるんですよね。そうですね、このサバラ地区で栽培しているわさびを中に練り込んでいるというものです。そうなんです、これ地元サバラで育てているわさびなんです。で元々は農家が1軒だけ作っていたそうなんですが、このわさびを後世に残そうと佐々木牧場などが中心となって今生産組合を作ってわさびを生産しているということなんですね。でこのわさびの葉の部分、葉の部分も辛いんですが、これを粉末にして練り込むことで1年を通してこのわさびソフトクリームが楽しめるということなんです。ちなみにすりおろすあの茎の方ですね、こちらは2本で250円ほどで販売をしているということですよ。さあそしてその他にも期間限定のソフトクリームがあるということで、今日はその一つお願いしていいですか。はい、ありがとうございます。先ほどはサバラわさびソフトだったんですけれども、今度はどんな色なんでしょうか。おっと、綺麗な色、結構赤いですね。なんだ、はい、今度は主から赤、人参かな。これは何のソフトクリームですか。はい、こちらはトマトソフトクリームになります。トマトなんですね。はい、で色も鮮やかで、あ、これは結構トマトが濃厚です。旨味と酸味がはっきりしています。そこにソフトの甘みが加わっているんですが、このトマトはさすがに佐々木牧場では作ってないんですね。そうですね、こちら二本松市のゆいまるさんというところからトマトジュースを購入しまして作っております。これ季節限定ということですが、いつ頃まででしょうか。はい、7月いっぱいの予定になります。ただこれ今年限りなんですって。そうなんですね、生産が中止ということで、今年の7月いっぱいで、はい、さよならということなので、ぜひ召し上がっていただければと思います。このソフト食べただけでもジュースの濃厚さが分かりますので、今月いっぱいかつ今年いっぱいということですので、味わってない方はぜひ召し上がってみてください。その他にも県産の果物のコンポートを使いました桃、いちご、ブルーベリーのソフトクリームサンデーも販売されていますし、いいですよね。さあそしてトマトの後にもさらに季節によっていろいろな期間限定のソフトクリームがあるそうですね。そうですね、ぶどうですとかかぼちゃ、冬場コーヒー牛乳ですとか、それからいちごなど、はい、取り揃えております。そうですか、じゃあ季節ごとにそれぞれ味わえるということなんですね。では場所を紹介しておきましょう。こちらです、佐々木牧場カフェは福島市のサバラにあります。福島西インターチェンジからですと国道115号を通っておよそ10分です。東総合運動公園を目指してください。西隣にあります。まあこれからちょっと夏バテをしそうな季節になりますけれども、牛乳の栄養をソフトクリームで取って冷たく美味しくいただくのもいいかもしれません。なお佐々木牧場カフェ明日定休日ですのでご注意ください。水曜日以降にお待ちしています。以上中継でした。